はい、ということで先妻までやってきました。残念ながらちょっと日が陰ってしまっていますので、もうこのままちょっと車で、いろいろお話しながらでも進めていければなと思います。これが先津の町ということですけどね、この前にあの大江天主堂のところも通ってきたんですけどね、まあ先津の方がいいかなと思ってですね。今はね、その大江天主堂からこの先津天主堂まで、うんうん、ものの何分で来れますんで。ああそうみたいですよね、もう本当僕も久しぶりですけどね。昔に比べれば何分の1かの時間で、すごい速さです。なるほどね。ここのね、こういうところまで本当にあの同じ熊本県に住んでいながらですね、やっぱり来ることってなかなかないですからね、若い人なんか特にね、そのやっぱりあの釣りだとかスキューバだとかそういうこう、趣味がある人はあのこの辺も来たりしたりするかもしれませんけれども、そういうのがない人にとってみたら先津とかね、どこそれっていうのが同じ県内でも、普通の感覚なのかなっていう気がしますね。はい、ということでずっと近づいておりますけれども、まああの小さい子はない、そこそこの大きさの、まあ、漁村ではありますよね。無料駐車場がいっぱいかな観光いや、そうなったらもう正面まで行きます。ああそうなんですね。あもう今の時間帯はですね、どなたもこう来てないでしょうからですね、ここから入っていきたいと思います。ということで海沿いにある、まあ、この辺り一帯のですね、あここなんですね、もうね、カメラを左に振ってくれる。ああなるほどですね、はい、でちょっとだけこう降りたりしようかな僕も、じゃあその間に、はい、ということで先津天主堂なんですが、まあ、見ていただくと分かると思うんですが、実際このもう時間がちょっと中途半端ですね。多分あのイルミネーションが点灯されるんでしょうけれども、残念ながら今の時間帯っていうのは点灯されていません。ちょっと光がないな、厳しいのかなちょっとね、ということでございまして、でもすごくやっぱり雰囲気のいいところですね。なんかやっぱりあのいろんなやっぱ鳥なんですかね、この鳥が周りを回っております。ということでですね、天主堂にやってまいりました。他にもいくつか行ければよかったですが、今日はこの辺で、ね、ギリギリかなということで、今日はあの岩崎さんというお友達なんですけどにいろんな話を聞きながらの、まあこれ番外編ですね。パワースポット番外編みたいな感じですけれども、やってきましたがいかがだったでしょうか。はい、ということです。それではまた後。こんな感じで夜もいいですね。次はまた夜も来たいと思います。